皆さんこんにちは、今回インタビューにお招きしている方は海外転勤でブラジル在住のカズヤさんです。今回はカズヤさんのブラジルでのお仕事、プライベート、そして皆さんが興味があるブラジルの裏事情などをお伺いしてみたいと思います。カズヤさんよろしくお願いいたします。どうもよろしくお願いします。はい、ブラジルではボアタルシカ、ボアノイチ、こんばんはです。はい、ボアノノチ難しいな、ボアノイチあそうですよね、今の、マレーシアは、夕方ですね、7時半で、現在ブラジルは、朝のブラジルは、朝の8時半ですね。すごい時差ですよね。はい、もうよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、OK です。はい、カズヤさん早速なんですけれども、海外生活は、はい、今現在どのぐらいになられていますか？ですね、ちょうど今年で12年目に入りますかね。はい、おお、長い、本当長期戦ですね。でブラジル以外にも生活された経験っていうのはあるんですか？生活はもう住んだというのはないですね。留学とか旅行とかそういうのはあるけれども、うん、まあもうブラジルに、今回2回目なんですけど、ブラジルだけですね。生活したっていうのはもうブラジルだけです、ね。じゃあ今日本の企業でお仕事されているということで、駐在員さんということで、枠でですね、ブラジルに今2回目の渡航ということですか？そうですね、普通そういう時でもね、普通の企業だと12年もいませんけどねちょっと変わった人間なので、変人なので、まあ、おかげさまで12年ということですもうカズヤさんなんか現地の方っぽいですもんね、本当にそうですね、なんなら移民船のなんか名簿に載せてもいいぐらいです本当そうですよね。いや、最初にお会いした時にあれ日系かなと思ったんですけどね、私日本語喋れますってよく言ってます、ね、流暢ですね、上手ですねはい、ありがとうございます。はい、そうですね、ブラジルやっぱ日本からすっごく遠いですよね。日本からのブラジルに行くには、どのぐらいの時間がかかるんですか？1日と2時間ぐらいですかね、直線距離で。なんか想像もなんかしがたいですけどね。直接行けないんですよ。直接行っちゃうと燃料が切れて落ちちゃうんで、どっかで必ず止まんなきゃいけないんですよね。はい、で経由というのはどこの空港が主に利用されるんですか？やっぱりアメリカ大陸経由とヨーロッパ経由と、最近は中東経由って、この大きく3つがあって。なるほど。今はというか、この状況、今ね、コロナのこの状況ですから、今はもうヨーロッパしかやってない、事実上、ヨーロッパと中東ぐらいですからね、アメリカにも行けないので、そうですか。日本との時差も12時間ということで、ブラジルはね、沖縄の、移民の方とかと日本、から、移民として行かれた方もたくさんいらっしゃいますけど、飛行機で26時間って、はい、じゃあ移民したこの当初っていうのは、ね、船ですよね。何ヶ月ぐらいかかった？船で90日とかですよね。うわー、素晴らしい。だから船の甲板で運動会されてたりしてるんですよ、運動会だったり、亡くなる人もいたんで、船でお葬儀をして、まさに海の葬儀ですね、海に遺体を流すやつとかね。へー、そうなんですね。よく日系人の移民一世の方に、日本から遠いですよねって、私この前に30時間かかりましたとかって言うと、30時間たったの30時間じゃない、うちは3ヶ月かかったよってよく言われるんです同じ3だけど全く違います。そう、同じ3だけど、はい、そうですか。わー、ほんと遠い、ところ今お仕事をされているカズヤさんですけれども、実際ですね、現地ではどのようなお仕事をされているんですか、具体的に？はい、ですね、食品のアジア食材の輸入卸業っていうのをやってます。例えば日本の食品だったり、加工食品だったり、あるいはアジア、中国とか、他のアジアの国の産物をブラジルに持ってきて、完成品を持ってきて、それをブラジルのマーケットに流すと
という仕事ですね。まあ、それのまあ立ち上げから関わって、まあ、今ちょっとずつ始めてるところですね。わあ、そうなんですね。ブラジルには、多くの、日系企業さんが入ってきているんですか？いや、他に比べたらもちろんアジアなんかの方が多いですし、ブラジルはそんなにまだ多くないですね。逆に言うと世界で一番日系人が多い国なんで、今200万人と言われてますから、だいたい人口の 1% が今日系人なんで、まあ、その方を中心としたそこから繋がっていくブラジル市場という感じで今仕事してます。だから日本人に対してっていうのはもう本当にごくわずかなマーケットですね。なるほど、納得ですね。ありがとうございます。で、立ち上げから、もう携わってきたっていうお話なんですけれども、カズヤさんは日本語とブラジル語をお話しできるんですね。もちろん日本人だから日本語を話せますけども、こう業務は一応日本語喋ります。でお上手ですよね。いやいやいや、ありがとうございます。お仕事は、もちろん日本語は通じないと思うんですが、ポルトガル語もやっぱり習得するというか、はい、まあ、しないとやっぱお仕事も進まない感じなんですか？はい、私みたいなこう立ち上げだったり、やっぱり現地の方との商売をやるっていう意味では、ポルトガル語、ブラジルポルトガル語っていうのは必須になりますね。ただ私も来た2007年の時には全く喋れなかったので、もう本当に、慣れが大事だったですよね。まあ、もちろん 2,3 年で帰る方はもう英語だけでとか、あるいは秘書の方に手伝ってもらってっていう方も多いですけど、まあ、私の場合はもう何とかしてポルトガルを覚えて、ただ実際やっぱり大事な商談とか本当に細かいお話をするときは必ずやっぱ信頼のおける日本語も話せる日系人の部下を置いてますね。その方がビジネスもスムーズにいくので、はい、なので、まあ、知らないふりをして、ポルトガル語わからないふりをしてちゃんと聞いてるっていうのがあります、ね。なるほどね。はあ、じゃあビジネスレベルのポルトガル語は OK、 やっぱ通訳は置きますけれども、ある程度は理解してこう話せるんですか？はい、そうですね。そこ部分はもう12年もさせていただいたおかげもあって、現地の方との接触が多いので、そういう機会はありました。最初はただ基本的には喋れないふりしてます。喋れないふりしてます。でも実はちゃんと理解できてるっていうね。でそこでこう向こうは知らないと思ってこう言いたいようだ言うわけですよね。でもそこで一言こっちがポルトガルで返したりとか、今そうやって言ってたけど私は認めないよってこう途中湘南途中なんかで言うと急に焦って急にこう態度変わったりとか、そういうのはたまにこう駆け引きであったりしますね。なるほど。やっぱ現地の言葉を喋れると喋れないではやはりこう信用度もありますし、あとこう仕事の進め方に関してもやっぱり大きな役割はありますよね。多分ね、逆で考えてみてもらっても分かりやすいと思うんですけど、やっぱ日本語を片言でも喋る外国人が日本に来て何か喋ろうとするとやっぱ聞こうと思いますよね。だしちょっとこう近づこうと思うじゃないですか、我々も。常に通訳に対して言ってる外国人よりもやっぱり面と向かって片言でもこう一生懸命こうね身を乗り出して熱意を持ってこう片言で喋る外国人の方が何か聞いてあげたくなるのと一緒で、ブラジル人も本当にその辺優しいので、もう文法間違ってようがね、朝と昼間違ってようが、はい、頑張って喋ろうとする態度で、ああ OK 分かる分かるっつって言ってくれますよ。全然分かってないけど。なるほどね。もう認めてあげるよっていうね、感じなんですね。よく、はあ、ありがとうございます。ブラジルではですね、こう企業の立ち上げだとかっていうことに携わってたんですよね。でそしてこうやっぱ人脈、やっぱ人を動かす仕事っていうのはこう他のビジネスでも同じかと思うんですけど、やっぱこうなんか信用を得るとか、あとネットワークを広げるということで何かこう行っていたことっていうのはありますか？そうですね、とにかく基本的にはこう人のオファーを断らないですね。人のオファーを断らないことでだんだんそこに出ていくと誰かまた知り合いを紹介してくれるとか、ブラジルも結構日本に似てるんですね。マフィアの世界だったんで、やっぱこう人とのつながり、
ネットワークっていうのが何よりも大事なんですよ。だから誰々知ってるとか誰々の紹介でっていうのもものすごくこう近道なビジネスなんですね、あの、世界なんですね。なのでやっぱ最初のやっぱ5年6年ぐらいはもうプライベート関係なくとにかくやっぱ顔出してましたね、いろんなところに。やっぱり効果てきめんでしたか、やっぱ顔をこういろんなところに出す。そうですね、やっぱりこうね、違う日本人がやっぱり片言でなんか喋ってる変なのがいるぞっていうのがやっぱこう口コミでこう伝わるわけですよね。あ、こいつが変なやつだっていう話で、来て変な私日本人ですとかって話をするんですけど、はい、やっぱそうやってだんだん顔がね割れてくると、まあ逆に今2回目の今はそんなに出ないですけどね、やっぱりマネジメントの方が大変になってきたんで、そこはもうなるべくこうマネージャーの人たちに任せて、逆に自分はあえて出ないようにするっていう風に変わってはきてますけどね。なるほど。こう、まあ、当初はね本当にもう大変だったかと思うんですけども、こうまあ、バンコク共通かもしれないんですが、こう人脈そしてネットワークを広げるときにですね、例えば、バーに行くとか居酒屋に行くとか、はい、こうパーティーとかね、お酒が入ったこう場に行くとか、まあ、いろいろあると思うんですけど、このブラジル人に関してはやっぱユーモアあふれる会話術とか、やっぱお酒も入った上でのこう仲良くなるっていう、感じなんですか、友好関係に関しては。ブラジルはね、いわゆるブラジリアンバーベキューってシュラスコってあるんですよ。聞いたことあるかな。あります、あります。はい。うん、あれを大体皆さん、今コロナ禍はないですけど、昔はまあ大体家族で週1はやるし、週末やるし、もう友達呼んだりすると月1ぐらいで必ずやるんですね、どっかでね。なるほど。うん、で、そこに顔出しても、あれ結構最初辛いんですよ。昼過ぎから始まって、さっき沖縄時間の話しましたけど、まあ、12時にって言われても、まあ、12時に来る人いないです。2時とか3時に来るんですよね。でそこからこう延々と食べて話して飲んでる、終わるの大体夜10時ぐらいなんですよ。うわ、だからまあほぼ1日ですよね。あ、昼ご飯食べにおいでって言うんじゃなくて、もう昼1日潰しておいでってことなんですよね。はいはいはい、だからまあそれに顔出してっていうのはありましたけど、やっぱりそういうとにかくコミュニケーションですね。で、相手を安心させるということ、これにつきますね。もうブラジルは裏切り嘘つき多いですから、とにかく信用されるということが一番やっぱ大事ですかね。へえ、裏切り嘘つき多いんですね。こう 見抜けるんですか。あ、この方は見抜けないです。見抜けないです。うん、だいたい裏切られます。もうそれは前提として、あ、もうこう友好関係をカットする感じですかね、そういうことが起こると。うん、いや、これがもう、ね、難しいところで、ブラジルっていうのはいつどこでつながるか分かんないんで、うん、ここで例えば裏切られたとしても次回助けてくれるかもしれないんですよ。これちょっとなかなか日本人には理解できないと思うんですけど、難しい、うん、もう一回ひどい目にあったらもうお前なんか二度と話さないっていうのが日本系なんですけど、私も最初はそうだったんですけど、そうじゃなくて、はい、意外と次何気なく向こうを助けてくれるんです。要は向こうは悪気あって裏切ってるんじゃないですよね、うん、基本的に自分が可愛くて裏切ってるだけなんで、うん、自分がまた可愛くなるような案件が来るとまた味方になってくれるんですよ。なるほど、あ、分かりやすいですね、うん、そうそう、こっちが憎くて裏切ってるわけじゃなくて、自分が可愛くてみんな裏切ってるんで、こっちがまた美味しいネタを出せば必ずまた来てくれるっていうね。へえ、こんな簡単にこう、うん、敵か味方かっていう色分けはこの国できないです。なるほど。じゃあさっぱりしてるんですかね、まあ、ある意味いいですよね。これはこれ、あれはあれっていう感じですよね。うん、そうです。そういう意味では日本人の方が厄介ですよ、本当に。あー、でしょうね、感情入ってしまいますからね、もちろん。はい、なるほどです、ありがとうございます。で、一時期はですね、ラジオ出演もされていたということで、これポルトガル、それも英語で出て、いや、あとね、日本のラジオ局に当時ね、リオサッカーのワールドカップが あったんですね、2014年に。はいはい、ありましたね。それのこう前後1年ぐらいをブラジル事情、ブラジルのその生活とか文化を伝えてもらって、月1で出てました。はい、すごい。これ12ヶ月、続けていらっしゃったんですよね。ぐらいですね、大体1年、もうちょっとかな、1年半ぐらいかな。はい、おー、どういったネタを共有してたんですか。まあね、最初は
クカップから始まり、それに基づくそのワールドカップの準備とか、どれだけ遅れるねんみたいな、そういうやつからですね、まあ、あとはその結婚事情、出産事情、恋愛事情、あと食事ですよね、まあ、いろんなことですね。毎月1回こうテーマを分けて、やってましたね。うん、ねあの梶谷さん の, あのラジオトーク聞いてみたかったです。アーカイブにあるのであればぜひとも共有していただきたいです。そうですね、どっか残ってるかもしれないですね。ねえ、どこかにあるかもですね、うんうん、ありがとうございます。はい、あとですね、こうお仕事でも多忙な中、こういろんな資格も取得されている、まあ、和也さんなんですけれども、その中でですね、カウンセラーの資格もお持ちということで、まあ、これはまあご自身のために取得したものなんですか？そうですね、もうだいぶ前になりますけど、そう15年ぐらいかな。はい、そうですね、取れましたね。あ、結構難しかったですか、この資格としては？いやー、それが意外にそうでもなかったというか、まあ、もちろんいろんな発見学びがあったんですけど、うんうん、なんかこうプレッシャーを感じずに楽しく学べて、楽しく取らせてもらったって感じかな。なるほど。さあ、今この資格を持っているということは、例えば私のようなこの一般の方もお手伝いできるということですか？それとも、もうこれはもうご自身のみ持っているものっていう感じですかね？うん、そうですね、今、まあ、その受講を受けて資金取った人は持ってるという感じですけど。素晴らしいですね、カウンセラー。まあ、この世の中、本当、皆さんね、もうお話だけでも聞いてほしいっていう方、たくさんいらっしゃると思いますのでね。まあ、生きてくる資格なのかもしれないですね、今後。うん、そうですね、まあ、あれ取ってからいろんな意味で人生がこうプラスにというか大きく動きましたね。おすすめの資格ですか？なんていうの、お話しする人が好きだとか、とにかく人とこう接するのが好きっていう人はおすすめですね。はい、なるほど、うん、じゃあ後ほどDM させていただきますカウンセラーに関してですね。はい、ありがとうございます。はい、まあ、どん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 次に移りたいと思うんですけれども、はい、ブラジルの食文化ですとか、あと人柄ですね、すごく興味あるんですね、こちら私としては。あとは文化、一般でこうカルチャーですけど、まあ、日本との大きな違いっていうのはありますか？大きな違い、そうですね、日本の真逆と思ってもらったら一番簡単、一言で真逆、はい、個人主義ですかね。個人主義、そうですね、個人主義だし、喜怒哀楽を前面に出すし、時間にルーズだし、くよくよ悩まないし、いい加減だし、それが、まあ、そう真逆ですね、日本はね。なるほど。沖縄の方はすごくね、時間にルーズですけどね、日本人だけど。そうです。だから多分ブラジルには沖縄移民が一番多いんですね、多分ね。ああ、やはり多いんですね、ブラジル、沖縄の。はい、移民の多分半分ぐらいの割合で、4割ぐらいかな、もう沖縄の方ですね。うわあ、すごい。でも今となるともう4世とかの話になりますか、日系4世とか。一番最多が6世かな、6世。へえ、うん、そうなんですね。もちろん内縄口はお話できないですよね。だと思います。そういうのは聞いた。多分アルゼンチンの方がさらにすごくて、アルゼンチンの移民は沖縄の人が半分超えてると思います。なるほど。6割ぐらいが沖縄の人。あ、そうだったんですね。お、実際に私のおばがですね、アルゼンチンの方に長らく滞在していた経験がありまして、で私の父もですね、4年か5年ぐらいアルゼンチンの方で、はい、生活していた経験もあるんですよね。だからやっぱ沖縄つながりはありますよね、強い。了解です。あとはこう人柄、まあね、喜怒哀楽がもろ出るっていう話だったんですけど、これ商談とかに結構支障出ないんですか？結構出ますよ。割と喜怒哀楽言う人はありますしね、本当に。どう？ぶわーっとこう攻めてくる時は、ひたすらやっぱ日本式防御ですよね。こううまくこう避けるんですね。いなして、そうそう。だからまあ格闘技知っとくといいですよね。ちょっとこう避けるって。
なるほど。で、ある程度熱が冷めてくると急に落ち着くんで、今度は反撃するんですよね。で、そうすると、まあ、だんだん最後はいいところに行くかなっていう感じ。うん、へえ、そうなんですね。ほうほう。やっぱ日本の方ともお仕事されていますし、和也さんの場合は、あとはブラジルの方ともお仕事されてますけど、仕事の進め方、扱い方というと、やっぱどちらの方がやっぱやりやすいですか？まあ賛否両論、これはあると思いますけど、うん、場にもよ、さっき言った通り真逆なので、例えば何事においても、何かプロジェクトを決めるとしてもね、ブラジル人は早いんですよ。よし、もうやろう、やっと、よし、こうで、細かいことは、いや、もうその都度修正していこうっていうタイプなんで、ね、日本は逆で、プロジェクトやると、まずプロジェクト表を作って、ちゃんとこう見込み日程表を作って、はい、これはこうやって一個一個やっていって、そのちゃんと事前にこう不安要素を全部取り除いて、よし、スタートってガーッといくじゃないですか。そうすると、はい、スタートが始まると、ブラジル人が圧倒的に早いですよ、スタートダッシュが。こうやって、うん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 、日本人遅いですよ、これで。でもここでいろんな問題がブラジル発生するわけですね。そうですね。で、日本がずっとこうゆっくりゆっくり追いついてきて、ゴールスタート最後のゴールは同じぐらいの速さ。あ、ゴール一緒なんですね。で、そして結果ゴールは大体一緒です。結果も同じですか？例えば、まあ、結果も大体同じですよ。だから、私からしたら、今長いブラジル生活の長い私からしたら、日本みたいにいろいろ見込みだとかね、なんとか危機予測とか、あんまり予測してもね、変わることはあるんだし、そこまでね、細かく見積もってどうすんのっていう時あります、正直。なるほど。で、逆に片やブラジル側でいくと、そんないい加減でね、よし、やろうで決めていいのって私はあります。もう知らないよ、ちゃんと親と話したのとか、ちゃんと先生と話してんのっていうようなちゃんとこう諭したくなるような時ありますけどでもね、やっぱり考えてない分、いろんな問題が起きちゃうわけですよ。いや、だからもう私よく言うのは対症療法。ブラジルは何か起きたら対応するって対症療法で、日本はやっぱ予防なんですよね。やっぱ東洋医学と西洋医学の違いみたいな。そうすると日本は起きないようにって準備する。でももしですよ、その中の予想した範囲にない想定外なことが起きちゃうと、日本って止まっちゃうんです、うんうん、でブラジルっていうのは想定外なことがいっぱい起きる国なんで、日本の企業のプロジェクトがうまくいかない理由はそこなんです。考えすぎて、いろいろ準備しすぎて、その通りいかないから、どん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 遅れてしまうんですよね。でもブラジルはもういろんなこと起こるから、やっぱりブラジル的に何も考えずに勢いで突っ走って、その都度変えていく方がブラジルでは割と成功するのかなっていう気がします。でも多分私も日本の企業いるから分かるけど、日本の企業のプロジェクトと企画には通らないです、はい、そのやり方は。いい加減なんで先は分かりません。出たところで決めますっていうのは、当然日本のプロジェクトには乗らないんで、決済は降りないんで、そうですよね。じゃあそういう時はこう日本のこう形式じゃないけど、もう予防で、はい、こうな資料っていうのも固めてから提出しないと通らないってことですよね。そうですね。だから言い訳をちゃんと作るってことですね。上手に言い訳できる人が成功しますよね、日本のこっちでは。へえ、もう本当大きな比較対象ですよね、ブラジルと日本って。へえ、仕事のやり方だいたいね、日本人が考える予算プロジェクトの計画の経費と実際の経費は3倍ぐらい違うんですよ。どちらの方が大きいんですか？実際の方がかかります。あ、3倍。はい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 、はい、了解。だから最初に3倍の予測をして客出すと、日本では通らないです。こんな結構、ね、コストかけてやる必要ないだろうって落ちます。だけど通りそうな企画を出すと、後で3倍に増えるんで奪われます。うーん、だからどっちにしても日本のやり方だと怒られちゃうんで、怒られても切り抜けるメンタルが必要ですね、こうメンタルが。じゃあもう12年もブラジルに住んでいらっしゃる和也さんは、もうメンタルもう鍛えまくられてるっていう感じですかね。もうどこのハウスも、ね、ブラジル人とこう会うよりも日本人に対しての方がきついですね。日本人に対して説明する方がよっぽどしんどいです。理解してもらえないから、ブラジル事情。あ、
なるほど。ある意味この駐在さんの方は現地と、うん、あのヘッドクォーターの板挟みですからね。そうですね、本当その通りです、いや難しいお仕事ではあると思いますが、大変では、まあ、ありますね、まあ、そんな中このおおらかな、まあ、ブラジル人というか喜怒哀楽が激しいブラジル人、という、ね、方々とあの付き合っていらっしゃるわけなんですけれども、ブラジルってこうカポエラだとか、あとはこう、ブラジリアン柔術でしょうか、結構有名ですよね、やっぱ、実際に現地でも有名なんですか。カポエラで言うと、カポエラっていうのはもともと奴隷の舞から生まれた競技なんですね。もともとこう足から手を縛られてて、鎖で縛られてた奴隷が使える足を使ってこう舞ったというところから始まって、今ものすごく足をね使ってこうやってる競技ですけども、まあ格闘技というよりはあれは舞踊に近いものですね。だからなんかショーなんか行く、ディナーショーなんか行くと出てきて、ブラジルの足でこう舞ったりする、なかなかすごい見応えあるですね。ブラジル柔術は私は1年ぐらいやりましたけど、もちろん格闘技好きなんでやりましたけど、まあちょっと腹立たなかったですね、すぐ諦めましたね。難しかったってことですよね、ブラジル、ブラジル人やっぱサッカーも強いし、さっき言ったカポエラ足強いんですよね、足のこう脚力と足のセンスってむっちゃすごいんで、もう僕なんか足一番足短いですし太いですし全然力もないんで、足で勝負できないんですよ。これでちょっと手でなんかちょっとね関節決めたりするともう逆上されちゃって、もう死に落とされるの何回もあって、これでもう向いてないなと思って早いとこ白旗あげましたもう命の危険があったわけですね。うわーすごい、確かにサッカーも有名ですからね、ブラジルは。そうですね、あの国を挙げてこう力を入れているやっぱスポーツではあるんですか。いやもう国民の DNA なので、例えば病院に行って待合室横座ってても隣のおじちゃんから、昨日負けたなっていう話がこう来るんです。だから昔の日本でいくと野球の話、プロ野球の話がたまにやってたような、まあ、あれよりももっと何倍もすごいと思っていただけたらと、もう普通の人がお天気の話をするような感じで、チーム昨日ダメだったねっていうのを言うわけです。でそれに対して自分はやっぱこうそうだねとか、なんか俺嫌いだって喧嘩してる人もいるし、お互いチームアンチ同士でこう喧嘩してる人もいるし、ものすごい日常です、サッカーはブラジル人にとってすごいですね。サッカーに対する情熱、そして熱量がもうすごい、他の国と比べると。へえ、じゃあもちろん和也さんもニュースなどメディアなどを見て、サッカーの、地元戦とかリーグとかは情報を入れているわけですよね僕はだからこういろんな人と関わるんで、なんていうのかな、揉めると嫌なんでね、一応ブラジル代表は好きですっていつもそうやってこうバランス取ってます。ブラジル代表大好きです。そうするといろんなチームから、ね、選ばれた、そうですね、なんでそれを言っとけば一応一番こう安排なんですね、はい、なるほど、まあ、トラブルを避けるまあ、スキルではあるかもしれないですね、まあブラジル代表が大好きだっていう話で、へ、面白くないって言われますけどなんだそれで会話終わりかよっていう感じですね。そうブラジル人からしたら自分のチームに引き込みたいからいろいろこうね、そのチャンスを探ってるわけですけど、おっしゃる通りかもしれないですね。なるほど。あとはこうブラジルだとリオのカーニバルとかもあるじゃないですか。はい、行かれたことありますか、見に行ったことありますか。リオ自体はないです。ブラジルのサンパウロのカーニバル、実はカーニバルって知られてないですけど、日本ブラジル各地で行われてるんですよ。なるほど。そうなんです、シャニク祭ね、シャニク祭なんで、まあ、いわゆるもう本当に岸和田のだんじり祭りとか沖縄にもね、お祭りあると思いますけど、そういうお祭りがもう各州であるんで、ただたまたまそのリオがすごい世界的に有名っていうだけで、それぞれの州でやってるんで、まあ、サンパウロは参加したと思います。それぞれ全然こう趣が違うんで本当に面白いですよ。日本の風物詩に近いような全然こう方法も違うんでね。すごいですよね、きらびやかなこう羽がね、ねやったり、あとヒールで踊るっていうね、本当すごいですよね。一度は見てみたいです。
あんなにこうフリフリしてるのは、まあ、リオとサンパウロだけです。あとはねみんなもっとね、カジュアルに街に出てみんなが踊り来るみたいな感じです。全員参加、なるほど。まあ、メディアがねやっぱこう配信している情報しか私たちの目には入ってこないので、あ、そういうことだったんですね、そうなんですよ。だからリオとサンパウロはもう選ばれた人たちがちゃんとコンテストをして競って、点数もついて賞金ももらえるやつなんですけど、他の州なんかはもう本当盆踊り大会みたいにもう街中その道路を封鎖してみんな集まってさあ踊れっつって踊ってる感じですよ、なるほど。ああ、やっぱ分かんないですよね。やっぱ海を渡ってこう見てる私たちからすると、やっぱ現地情報強いですね。なるほど。理解できました。なんで去年のカーニバルでそれをやっちゃったんで、コロナが一気に蔓延した。それまではコロナ結構抑えられたんですけど、去年の2月の終わりにそれを踊っちゃったもんですから、そこからもうものすごいことになりましたね、ブラジルは。なるほど、そうですか。今コロナの状況っていうのはある程度抑えられてますか？いやー厳しいんじゃないですか。1日にまだ2000人が亡くなってますから。まだまだですね。どれだけ続くんでしょうかね。本当長期戦です。はい、ありがとうございます。はい、まあ、そうですね、まあ、現地でも12年、まあ、住まれているということで、何かこう私たちがこう聞けないような裏事情とかっていうのはありますか、ブラジルで。なんかいろいろありそうですけどね。いやー、ほんとそうですね、いろいろ、ほんといろいろありすぎますね。なかなかこう、ね、いざ裏事情って言われても、確かに日本人以外いろんなところで出くわしましたんで、現在では日本人以外の方たちですよね、アジア人の方が、移住されてるというお話もされていましたけども。あ、そうですね。だから、日本人っていうのはやっぱりこの120年前に移民してきて、ものすごくやっぱ厳しい環境の中でね努力された、先祖の方々がいらっしゃいます、一世の方々がねいらっしゃるんで、彼らのやっぱ努力によってブラジル人にはすごく認められてますよね。なんで、日本人が差別されないっていうのは本当に彼らのおかげなんですよね。だから私もここに来てすごくいい思いさせてもらってるのは本当に日系人のおかげだなっていつも感謝をしてるっていうのが正直なところです。で、面白いのはその今中国人も増えてきて、あとは韓国人も増えていく。中国人、韓国人、日本人って見た目は全く分かんないんだけれども、ブラジル人がそれを理解する一つの指標として、まずポルトガル語は片言でも喋ろうとするか、これは やっぱ日系人はみんな喋るんで、片言でも喋ろうとするんで、ある程度喋ってるとこれ日本人だなって見るらしいんですよね。中国人はほとんど喋らないし、韓国人ももう企業移民で来てるから、ある程度その駐在の生活が終わると戻っちゃうので、大体皆さん英語とかあんまり喋ろうとしないっていう言葉で結構見る。ほう、そうなんですね。へ、ね、じゃあしゃべれた方がまあもちろんいいではありますけど、この姿勢ですよね、こう喋ろうとする姿勢っていうのは、で見分け方ってことですね、日本人と他の方々の。そうですね、なるほど、ありがとうございます。で、そうですね、であとこう治安もね、私の中でブラジルってどうなんだろうと思いますけども、実際に住んでみてやっぱ危ない思いなどされたことありますか？そうですね、12年の中では1回ぐらいかな、1回半ぐらいですかね、1回半ぐらいだと思いますけど、おかげさまでなんとかね、未遂で全部終わってますんでよかったと思いますけど、治安が悪い、あと外国の方が巻き込まれるというのは、やっぱスリとか、携帯盗まれる、カバン盗まれるは、やっぱ日常茶飯事といえばそうなんですか？そのくらいはね、もうニュースにならないですね。もうニュースにならなくて、大体ニュースになるのは、こう旅行者が間違って、GPS、いわゆるナビを間違って運転して、貧民街に入っちゃって、でそこですごいいい車乗って入っちゃうんで、そこで狙われて抵抗して殺されるとか、まあ、そういったニュースとか、まあ、あるいは、まあ、そういったところに入っちゃったんで強盗に誘拐されて、その車で連れ去られて、カード現金全部下ろさせられて野原で捨てられるとか、まあ、そういったインスタント強盗誘拐っていう名前があるんですけど、セクエストロヘランパゴっていうのかな、そういう名前でもう結構認知されてるんですけど、
あの短期間半日誘拐ってあるんですよ。バーッと誘拐されて12時間ガーッとこう連れ回されて、銀行を下ろされて、携帯捨てられて、身ぐるみ剥がされて捨てられるみたいな、かろうじて命は助かる。なんか圧倒されてなんか、あの映画の世界みたいですね。いや、そうですね。だからそこでこうあんまり喋れなかったり無言に過ぎたりすると、やっぱり無言すぎてやられたりもあるし、せめて自分のこう気持ちを表現するぐらいの言葉は知っとかないと、やっぱ身を守れないっていうのはありますよね。本当にそうですね。どこに行くつもりだったとかね、何が欲しいとか、ね、そういうのを、ね、言える言えないでも、やっぱそこもまたターゲットにされるんでしょうね。そうですね。やっぱりその辺は最低限のサバイバルの言葉、あるいはまあ本当に夜出ないとか、あの夜だいたいね、僕らはあるんですけど10時以降交差点には止まらないってのがあるんですね。あの交差点に止まってると交差点からピュッと出てきてこう突きつけられるっていうのがよくあるんで、あの夜10時になったら誰もいなければもう切符切られるの覚悟でもう徐行しながらもうあの赤でも曲がっていくとか発進するっていうのをしないと、あの危ないですよ。大変だ。なんか気が抜けないですよね、あの外に出ている間っていうのは、いやそうですよ。50もう最初の3年ぐらいは常に疲れてました。肩凝ってました。もう歩く人みんな敵に見えちゃって、みんなあの泥棒に見えちゃって、あの最初はもうすごい怖い顔して歩いてると思います。もう人相こう出るんですよ、こうやってここにこうしようよって、いつもこうそう戦闘モード使う、もう今格闘技モードに入っちゃってて、あもういつでもここでもここから来てもこーってできるようにしてるわけですね。出たんですけど、まあ今はもうさすがに慣れましたんで、まあ、今はまあこういう感じで現地の格好をして、あの高いあの服はもう着らずに、もうサンダルとバミューダとスーパーの袋にサラフとか入れるんですよ。逆に取られない、逆に取られないです。あのスーパーの袋に財布なんか入れたらもう一番日本人なんか怖いじゃないですか。いやいや、なんか透けてるっぽいしそう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 、そういうのが一番安全です。あのバッグなんか持ってこう軽ってる日にはこれごとこう引っ張られますから、いやあの今思い出しました。あの私の父がですね、こうアルゼンチンで暮らしていた頃ですよね。やっぱり、まあ、誰も信用できないっていうのは一つだと思うんですけども、あの外を出る際ですね、もうボロボロの T シャツにサンダルで、あとプラスチックバッグって言ってました。うんうん、はい、うん、そうです。へえ、その当初から変わってないんですね。だから面白いです。ブラジルはすごくね、そのメリット張りがしっかりしてて、そういう普段はそんな格好だけども、じゃあパーティーやるよとか、そういうみんなで集まるよって言ったら、もうねすんごいカーリーなこう巻き髪にした女性でこうキシャキシャのものをつけてね、もうドアトゥードア車から車だったら大丈夫なんで、夜もそういう状況になったらちゃんとおしゃれしてくるんです。だからもうこのなんていうの、香水も綺麗につけて、もう本当だからそのメリットハリというか毛と腫れというか、この違いに圧倒されるというか、まあ、魅力を感じる部分ではありますね。普段もう本当に化粧もせずにもうメガネかけて普通にボサボサの人が夜になると急に変わるとかね、男の人もそうだけど、もうなんか変身したなっていう感じなんですね。そう、そうなんです、うん、へー、まあ、これはな欧米にも似たような感じはありますけどね。やっぱパーティーはもう着飾ってなんぼっていうのがありますが、うん、でもやっぱ普段、やっぱこうピリピリしながら、ね、緊張しながら歩くっていうのはニュージーランドでもなかったですけどね、もちろん日本でもないですしね、うん、へー、あの今ねあのおっしゃってたようにこう現地っぽい洋服っておっしゃってたんですけど、現地っぽい洋服ってどういう洋服なんですか？現地っていうのはね、まあ、要はもうブラジル製のこうもう肌が見えちゃうぐらいすすげたような T シャツと、あとはもう短パンとかもそういう感じですね。あとはアバイアナスっていうブラジル製の草履のがあるんですけど、それも背景出てれば大体大丈夫ですね。おー、まあ、私のようなあの日本人アジア人も、まあ、そういった女性もサンダル、ショーツですか？女性もそうですね。 あと黒いなんていうんですか、レギンズよくわかんない、女性のやつわかんないけど、はい、もうピッチリしたこうあのじゃストッキングの長いようなはい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 やつ、ジョギングするときにエアロビとかするときに、なんかなんとかフィットってありますよね、あれ履いて T シャツ着てサンダルっていう女性が多いですね。
それは OK なんですね。あ、別にもうそれはそうですね。あの前回ですね、こうしゃべり場にあの出演していただいたあのフランス人 の, あの方がいらっしゃるんですけど、やっぱフランスってなんかね、はい、ファッションの、街で皆さんもいい洋服着てっていうイメージだと思うんですよね。私はそうだったんですね。で彼女を曰く、このやっぱ現地の方っていうのはこう明るい洋服を色ですね、明るい色の洋服を着ないっておっしゃってたんですよ、うん、なぜかというとやっぱ目立つから、ターゲットにしやあのされやすいっていうのもあるらしいので、結構皆さん地味らしいんですよね。茶色とか灰色とか黒とか、やっぱそブラジルに、ではそういったのはないですか？ブラジルは違いますね。ブラジルはもう本当ね、あのほとんど置いてるのは原色です。男の子キッズの色見てもまずキッズのね、ショッキングピンクかもう水色かって男の色が分かれてるんです。男となんかもうどぎついね、あの着色料のすごいようなやつ、あのピンク色のガーンみたいな、それがもう出てるし、もう女性もだいたいピンク赤みたいな、男も青黄色みたいな、すごいですよ。ちょうどその背景、今背景映ってる背景みたいな感じのもうね、明るい、そう、そんな感じのやつみんな着てます。もう元気いっぱいなんですね、あの洋服も。そうなんですよ。ブラジル人はね、あの目で買うっていう文化があるんです。その目で見てすごいって思うと買っちゃうんで、だからよく僕らも日本の商品を持ってくるとも気付けてるんですけど、やっぱ目立つ色にする、ブラジル人の目を引く色にするとすぐ買ってくれるんですね。だから大したあのものじゃなくても色が可愛い、デザインが可愛い、パッと買っていく。逆にどれだけいいものでもすごい地味な感じで何書いてるか分かんないような目を引かないやつだと無視されちゃうんですよ。これもまたブラジル向けの、あのマーケティング戦略に ありそうですね。私はそれいつも言ってます、はい、外部で話すときも大体やっぱりこう見た目っていうのはその目を引くものないとブラジル人はやっぱりあの動かないって言ってます。私ブラジルに住んだらちょっと馴染めそうですね、洋服の色とか。私ビビットカラー大好きなんですよ。あ、それはいいと思う。あのビビット、本当ビビットなんです、こっちは。それではあの和也さん、海外に出てですね、はい、まあ良かったこと、そして、まあ、苦労もね、いろいろとあったと思うんですけれども、まあ、何か、はい、シェアできるものがあればよろしくお願いいたします。はい、まあ、まず仕事のことで言うとですね、まあ、私の仕事ってあの0から1を作る仕事なんですね、うん、何もないところから1で、やっぱこれがどれだけ大変かっていう、まあ、逆にどれだけ面白いかってことなんですけど、うんうん、やっぱりこう最大公約数で見るとやっぱ100を110にする仕事の方が分かりやすいし、みんなも納得しやすいんですよね、うん、だから100から110にすると、ああ頑張ったなとか思われると、0から1にしたところで、ただの1じゃんって言われちゃうのがマシだし、関の山だし、その1が10、50、100になって初めてこう評価されるっていうところがあって、まあ、そういう意味ではこう0から1に行くのはそれだけ大変なのに、でも評価はそこまでついてこないっていうところで、いかにその、あの自己肯定感を持てるかですよね。その評価と、まあ、周囲の評価っていうのは必ずしも一致しないので、だからそこでやっぱ自分が何もないところから作ったという自負と、やっぱりこう肯定感とやりがいを持てるかっていうところが大事なのかなと思います。だから、ね、初めてこうクリエイティブな仕事を任される方とかもやっぱりその、うん、0から1を作ることがどれだけやりがいのあることかっていうことを、まあ、認識されれば、あのやりが楽しいのかなというふうに思っています。それからやっぱりあとは海外に出てやるっていうことはね、自分で自己完結できないと、自分で責任取れる人間じゃないとやっぱきついんで、最終的には何が起きても自分の責任っていうか、人のせいにしないね、世の中のせいにしないね、なんかの組織のせいにしない、やっぱ全部自分があの起こしたことっていうのをこういわゆるアサインできる人が大事ですよね。もちろんだからといってね、自分が悪いんだとか、そういう日本人はどうしてもそこ分け切らないんで、うんうん、あの自己肯定感を持つことと責任を取ることはちょっと違うんで、ね、難しいんですけど、あくまで基本的に起きた、身の回りに起きた全てのことは自分が招いたことなんだという気持ちになれるかどうかっていうのが大事で、それになれれば結構楽しいと思いますね、海外は。慣れるまでやっぱりこう失敗もあるでしょうし、やっぱメンタルの部分でも理解できないこともたくさんあるでしょうし、やっぱり鬱になる方も多いと思うんですよね。
そうですね、だいたいブラジルでもやっぱり3割くらいの方がもう馴染めずに帰っちゃいますから、だいたいそこは自分の中にあるものとマッチしないっていうのがあるんでしょうね。自分はこんなに頑張ってるのになんで結果が出ないんだろうとか、うん、自分はこんなにやってるのになんで日本は分かってくれないんだろうって、うん、そういう思いがどうしてもこうメンタルを攻撃しちゃうっていうところがあると思って、うん、やっぱりそこはね、なんだろう、私自分が剣道を長いことやってたんで思うんですけど、うん、勝ってもモヤモヤすることとかあるし、逆に言うとね、負けてもスカッとする負けってあるんですよ。そうすると結果が出なくても自分がこうやりきってれば負けたって別にこう次に必ずつながっていくんですよね、うんうんうん、逆になんかいい加減に勝ってるとその勝つってなんかあんまりつながらなかったりするんで、うんうん、そういう意味ではそのいかに自分がこう信念を持ってやりきるかっていうことなんじゃないかなというふうに思ってます。うーん、難しいですよね、まあ、そういったまあ、難しい状況でも、自分を奮い立たせるというか、いや大丈夫、やりきったら、ね、自分も、まあ、やりきった感もありますし、もうこれ以上できない、ベスト尽くしたということはいいですけど、自分の中ではやりきったけど、やっぱこう本社の評価っていうのもあるじゃないですか、うん、ありますね、これもやっぱ難しいですよね。そう、これは本当に難しい。そこはね、ブラジルに住んでるとすごくよくわかるんです。ブラジル人を面接するときよく思うんですけど、ブラジル人って自己評価高い人ぞろいなんですよ。もう自己評価100点に近い人ばっかりなんで、素晴らしい、だいたいインフレを起こしてるんですね、自己評価が。そうすると日本人からすると、語学できますかって言ったら、うん、なんとか人並みにはっていう人は大体できてかなりできる人ですよね。でもブラジル人で語学できますか、そう、あ、できますできます、十分できますって言ってる人は大体片言ぐらいしか喋れないんですよ。でもその評価ギャップにやっぱり相当苦しむんですけど、やっぱり、ね、それだけこう自己肯定感が高く育った人と、基本的にね、マイナスを見つけて直していく育った文化だと、これだけのこうスタートに差ができるんで、難しいですよ。まあ一概にね、どちらがいいとも言えないですしね。うん、いやこれはやっぱ性格、そして国民性、社会性もあるかもしれないですね。うん、僕は思うのは、いい時それをうまいことそのね、場面に応じてブラジル式を使う、日本式を使うっていうところが、私がここで学んできたことなのかなというふうに思ってます。へー、今またねパッと思い出しましたけれども、もしかすると私のまた父にもの話に戻りますけどね、うん、日本に戻った時にこう面接があったらしいんですね。でそれで、うん、じゃあ君は簿記はできるかっていうふうに聞かれたらしいんですよ。でそしたらできますっていうふうに言って、で採用されたらしいんですね。で、うん、まあ自分では一度も簿記なんてやったことなかったらしくって、もう専門学校に行って猛勉強したっていうことを今伝えられたのを思い出しましたね。多分そこですね。そうです、いや本当そうです。うわーすごいな、もう自己肯定感。多分日本人だと実社会で通用するかっていうところを頭に入れて、できますとかできないとか言うと思うんですけど、ブラジルの人からすると自分の中でできてればできるんですよ。なるほど、うん、自分のコミュニティでできてるんだったらできちゃう。へー面白いな。あなたの会社で通用するかは分かんないけど、私の中ではできてますっていうことです、うん、なるほどね、私はできてると思ってると。、うん、そうそうそう、あなたの評価は分からないけども。そうそう、だから自分軸で生きてるんです。だからそこはなんていうの、さっき優子さん言ったみたいに難しい、どっちがいいかは分かんないけれども、自分軸で生きてるっていうのは大事な部分であるんですよ。日本人ってやっぱ他人軸でずっと生きてるから、やっぱりその両方持ってないと、やっぱり他人軸で生きてる人はやっぱいつか心が折れちゃって、やっぱメンタルや、はい、ブラジル人が絶対鬱にならない理由はそこなんですよ。常に自分軸で、常に他人が悪い。だから絶対に鬱にならないですよね。そこは本当にすごいと思う。面白い。じゃあ和也さんはもう長年ブラジルにいらっしゃるということで、まあ、日本人でもありながらもう現地の方とでかなり馴染んでますよね。じゃあ自分軸っていうので考えることもあれば、他人軸で考えることもあるっていうことですか。そうですね、だからその間でしょうね、やっぱりその中で、うん、まあ場所とはわし軸って言ってるんですけど、私のわし自身の軸ですよね。こう自分に偏らず、人にも偏らず、このね、その間を取れるような見方をしていきたいなと思って。ああ、なるほど。究極じゃないんですね。もういい感じにハイブリッドな感じになっちゃってるわけですね。
そうですね、そうできたらいいなと思ってます。いやー面白いな、ありがとうございます。はい、じゃあ和也さん、最後になってしまうんですけれども、はい、これからですね、はい、まあ、海外転勤される方もいらっしゃるかと思います。はい、でまた海外生活をですね、はい、目指している方に対して何か経験を踏まえながら、メッセージなどいただけますでしょうか。はい、そうですね、まあ、3つほどかな。1つはもうとにかくやりきることだと思います。自分の描いたことをやりきることで、それは他人が決めることじゃなくて自分がやりきれればそれでいいですと思います、さっきの自分軸の部分ですね、ブラジル人の、その部分でいいと思います。であとはその海外に来る人っていうのはやっぱりなかなかね、自分一人で戦わなきゃいけないこともあるんで、やっぱ難しいことはあると思いますけれども、そのやっぱこう不安定さを逆に利用して失うものがないんだという気持ちでチャレンジするのもいいと思いますし、あとはまあ駐在の方のように守られてくる人は、逆に守られてるからこそ枠を出ないんじゃなくて、守るべきものがあるからこそ攻めに出るという発想でやっていただければ、多分会社がどんどんこう活性化していくんじゃないかなというふうに思います。まあ、あとは最後はあれですよね、反省はしても後悔はしないと思います。なるほど。反省も後悔もしない人は同じことを繰り返しますけど、はい、反省はやっぱした方がいいけど、後悔は絶対しないっていうことです。なるほど。なんか、そうですかね。ありがとうございます。すごく、重みのあるメッセージですね。特に最後、反省は、しても後悔はしないっていうことですよね。そうですね、よく反省をせずに後悔する人いっぱいいますけど、後悔はしてもしょうがないと思うんですよね。確かにこのプロセスの中でやっぱ反省というか、やっぱ後悔が先に来ることも多いと思うんですよね。なんで私はそういうふうに考えたんだとかね、行動したんだとか、それ反省にやっぱつながらないことも多いかと思うんですね、私も含めですけど。あー、なるほど。これはまあブラジル人の方を見て、やっぱこうなんていうかな、感じた体験とかやっぱ考え方ではあるんですか、まあ、それともこの長い間駐在期間で、和也さんが、こう自分にこう言い聞かせているものではあるんですか。まさにそうですね、この12年の中で考えたところだし、やっぱブラジル人は反省もしませんし後悔もしませんけどね。でもそこはさっき言った和紙軸でこう考えたところ、どうしても反省はやっぱすべきだと思う。でも後悔はしちゃダメだ。へえ、いやーすごく、はい、今一瞬ぐさっと来る言葉でしたね、メッセージでしたね。ありがとうございます。いやー本当、まあ、はるばる、まあ、ブラジルの方と、まあ、インタビューしているわけですけれどもね、いつか、まあ、マレーシアかブラジルか、まあ、日本かわからないですけど、お会いできたらいいですよね。そうですね、ぜひ情報交換させていただければと思うし、私もずっとね、友人の川島君から何かやりましょうよとかね、ブラジルマレーシア来てよって言われてるんですけど、なかなかね近くて遠い国なんですよね、私からするとアジアっていうのは、どうしても。もうぜひとも、そうですね、はい、冒頭の方に伝えるの忘れてしまいましたけれども、マレーシアですよね、川島塾の、まあ、塾長、の、ね、同級生なんですよね、和也さんは。そうですね、はい、もういろんなつながりがあって面白いですね、本当。本当ね、どこでどう縁が生まれるか分かんないので、本当ね、まあ、今回のインタビューも本当にご縁だと思っておりますので、もう本日は本当に、まあ、朝早い時間ですけれども、お時間作っていただき、もう本当にありがとうございます。感謝しております、和也さん。こちらこそありがとうございます。はい、OK です。はい、じゃあ本当にステインタッチで、また近々ご連絡させていただきますので、和也さん、本日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。どうも。はい、じゃあそれでは失礼いたします。はい、どうも、チャオチャオ。